ジャニーさんエンターテイナーとしては天才的だったので理解してたんですね。 YouTube やった方がいいとか当時から YouTube やれなかったこととかいろんなことで僕無理だなって思ってやめたんで、あ YouTube やれないんだみたいな。で僕辞める時に言われたのが、僕ジャニーさんに作詞作曲した曲を聴かせて PV を自分で作ったんですよ、工事で。でプレゼンしたらめっちゃいいやん、やばいねみたいなって、うん、ちょっと今すぐ事務所行ってくるわみたいな言い出して、ジャニーさんが、うん、行ってくるねとか言って、そのまま家から飛び出して僕の渡した DVD を持って、うん、事務所に行って、うん、なんか日本語と英語でプレゼンしたらしいですよ、うん、これで YouTube デビューをソロデビューさせようみたいな、うん、僕がなんかイメージしてたのは、彼ら懸念してるのは多分、うん、やっぱ K-POP だったんですよね、はい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 、結局その数字で負けちゃうのがリアルに出ちゃうじゃないですか、はい、とファンクラブビジネスなんで、うん、外に出すとレア感なくなっちゃうんで、はいはいはい、入る意味がなくなっちゃうっていう、はいはい、多分その2点が僕の感想で思ってたことだったんで、うん、じゃあ僕ソロでスペイン語ポルトガル語を話せるし、ポルトガル語ネイティブだし、うん、英語スペイン語でソロデビューとか面白くないってジャニーさんに言って、その実力は一応これこういうの作ったのに見てっつって、それいけるじゃんってなったんで、ソロデビューしようって言われたんですよ、うん、これやばいなと思って、うん、事務所行って事務所から電話かかってきたのがジャニーさんが、もしもし You かはちょっとダメだったわって言われてええみたいな。なんでな。でそれをジャニーさんがなんかチラッと言ってたのが、ジャニーさんもテンション落ち込んじゃったんで、もとりあえずダメで、言う、まあ、普通にグループデビューとか、まあ、オリンピックでなんかデビューさせるけどみたいな、ちょっとよく今はまだ分かんないんだよね、別に2016年なんでオリンピック4年あるんですよ、みたいな、ソロとかむずいし自分が作った曲とかもあんま難しいらしいんだよねって言われて、ああそうなんすか、なんかまあちょっとごめんねって、まあ、ちょっと話そうみたいなで切られたんですけど、そしたら事務所に呼び出し食らったんですよ、すぐで行って、そしたらある人に呼ばれて、ある人に結構まあ現場を仕切ってる人なんですけど、でジャニーさんが言ってたよって言われて、見たよみたいな、作ったやつ見せてたよみんなにみたいな、でプレゼンしてたよみたいな、あんまジャニーさん困らせないでくれるって言われたんですよ、いやいやいやと思って、なんかめっちゃそれにカチンときたんですけど、何言ってんだろうと思って、ジャニーさんめっちゃ気に入ってるわけじゃないですか、まあ、ジャニーさんに言うとさ、ジャニーさん動いちゃうからさ、まあやめてほしいんじゃないみたいな、まあ、言われて、なんかさそういう組織ってあるよめっちゃ日本っぽいですよね、それところもなんかなんか日本っぽい言われる言われる俺も言われてたもんだって社長やつだと。でそこで言われたのが、なんかお前ジンみたいななって言われて、ジャニーさんも言ってたけどお前ジンみたいだなみたいな、良くも悪くもって言われて、ジン赤西ジン、ジンもね YouTube やりたかったけどな、であいつ言ってやめちゃったんだよねみたいな、であとキンキもねやりたいって言ってたけど、そうなんすかみたいな言ったら、でもキンキはダメって言われて結局残ることにした、なるほど、ジンはやめた、お前はどうするって言われて、なるほどねって言われて、ああなるほどっつって、とにかくやれないってことじゃないですか、お前が選べって言う感じで、逆にもうジャニーさんの求心力がどんどん最終的にはなくなりつつあり、ちょうどジャニーさんのカレーとともにネットが普及してきたわけですからね、うんうん、なるほどね。それ言われた時にもう結構そこでも僕の意図は切れましたね、ジャニーさんに対して、ああもうダメなんだなって、やることやったなって感じでした僕は、